はい、では始めていきたいと思います。今回もここに乗り込みましょう。まあ、ここの方がいろいろまだね、あの仲間にしてないのがいるので、ほとんどもうここですね、残ってるのは。ほとんどでもない、半分ちょい。違うところだったら、じゃあハンナのキラーマシーンと、メダル王のとこの、キングスライムと、ベホマスライムか。で、あとは、あの、なんか塔、真ん中のあたりにある塔、あそこにスライムベホマズンがいる。あとここの今のダンジョンでもいるけど、あのグランバニアの山降りるところに出る、はぐれメタル以外にはここに出ますね。何だっけな、メガザルロック、ヘルバトラ、今のあのこれ今倒したやつ、ライオネック、ギガンテス。あと誰？あと誰だっけ？もういないかな？まあ半分か。はぐれメタルはここでも出るし。半分か。半分だね。出るかね。モンスターじいさんの方の、大丈夫かな、預けられる数。あれが大丈夫かな。限度は確かあったと思うんですよね。いや、わかんないな。そこまでしっかり仲間にしてたことが、過去ないから、あ、間違えた。わかんないや。ここからですよ、悶絶するのは。シュプリンガーは違う。時の想像がまだつかないんですよね。終わった時の想像が全く見えてこない。終わった後にね、あの、なんていうのかな、まとめ動画的なものは撮るつもり、撮るというか作るつもりなんですよね。終わった後の絵は浮かんでるけど、終わった瞬間の絵が浮かんでこないので、まあね、まだまだですよ、このシリーズ。終わる気配はないですよ。残りもう4分の1くらいですけど、モンスターもね、まだまだだね。残ってるモンスターがギガンテスが32分の1かな。
で、他がほとんど64分、ほとんどじゃないね。半分64分の1。で、ライオネック、スライム、ベルマズン、キングスライム。で、キングスライムあったかな。まあ、あと、ベホマスライム。ですかね。で、このヘルバトラーとハグレット、メガゼルロックと、キラーマシンは256分の1なので、まあね、まだ、今までは、前菜です。56分の1ポッと引かないかな。256分の1を引いてこそ、引いてから始まるようなもんですよ、このシリーズ。今まで本当に別に、別にだよ。ゴールドが出た後に点滅するやつがね、出てればね、いいんだけどね。欲しいものは得られない人生を送ってきていますから、さてどうなるか。喋るの億劫になってきたね。億劫になってきたね。話すこともないもんな。星ドラの話？いやもうこれ話してる頃には全然先ですもん。多分6月な、半ば、7月とかだと思うんだよね。公開してるのが。わかんないけど。撮ってんのも、まだ5月ですもん。なんかドラクエの日がどうのこうのちょっと終わったあたりですもんね。しかもなんか美味しいイベントがないとそんなに自分やらないタイプなんで。でも特艦バトルやってますしね。軽くね。ドラ、星ドラやってた時間に今特艦バトルやってるんで。特艦バトルの話してもね、で見てる人がどれだけやってるかって言われるとほとんどやってないですからね。まあ皆さん知ってる、もちろん知っているであろうアニメなのでいいんですけどね。ドラゴンボールに関してはちょっとラジオで話したいところがあるからな。ちょっとな、行っとこうかな。それと関係ないドラゴンボールの話でもいいけど。一番好きですね、ドラゴンボールは。アニメの中で。
そんなにたくさんアニメは見る人間ではないですけど。ドラゴンボール。何？最近見たアニメ。ドラゴンボール。か。あとなんかやってたな。夜中にやってたやつ。うちのテレビ局の地域ではやってなかったけど。なんだっけ、バイオレットエヴァーガーデンとかいう、なんか泣けるアニメがやってたので。それをツイッターでね、PV が流れてたのを見て衝撃的で、それでちょっと、見れる手段があったので見たんですけど。今泣いたなぁ。ほんとあんま見ないんですよね、あれ。アニメとか最近そんなに。あれは面白かったですね。まあ、なんもないのは仕方ないけど。よし。逃げてもいいんだよ。逃げてもいいんだよ。普段逃げるなって言ってるんだけどな、メタルスライムには。逃げんな。逃げんな。粉負け。毒ガの粉ですけど。毒ガの粉負け。逃げんな。右、左とか言って。コクトじゃないの。右、左は、メタルスライムと、違うグループのモンスターに粉を、毒ガの粉を混乱させるんですけど。ガルーダとかね。ガルーダが攻撃のモーションに入った時に、その、混乱してないメタルスライム叩けっていう意味で、右、左、言ってます。RTA の時は。早くメタルスライムを倒してレベル上げをするとこなんですけどね。なかなか言うこと聞いてくれるんだよね。勇者ご一行も含めて、モンスターも含めてね。うまいこといかないんですよ。メガザルするなよ。するのかい。ライディーンでも撃てばいいの。あれ。メガザルするみたい。いい感じでライデンすればいいって言ってんの。はい、OK。まあ、自分で動かせばいいって話なんですか。めんどくさいっていう。たくさん倒したからって回復確率が上がるわけではないんかな。わかんないや。チャレンジするとき、そんな下調べしないんですよね。昔の知識でちょっとやろうかな的な感じで始めるんですよ。
ダメならダメで、しゃあないじゃん、ぐらいの。ねえ。そんなにミスの許されない世界かって話になってくる。ゲームって、と思うから、もういいじゃない、ミスったらミスったね。もう。まあ、ね、突き詰めたら突き詰めちゃうタイプなんでね、ちょっと気楽に行きたいっていうところがあるので。今日は本当になんだろう、じゃ、ちょっと素で喋りすぎだなって。なんかお見せしよう的な感じで喋ってない。なんか素で喋ってる感じ。これラストにしましょう。はい、収穫なし。収穫なしということで、次、誰か仲間になってくれるといいなと思います。ご視聴ありがとうございました。